はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15 DLC エピソードプロンプト続きやってきます。ここにも資料あった。この先にね、バーサ、タイル、窓兵、生産、主任がいるんだけど、この資料は？イドラの。あ、ダイヤ、あ、待って、これ見たことあるぞ、これ。ダイヤウェポン。ダイヤウェポン、映画に登場してたな。こういう形のモンスターいたもん。あ、あれがダイヤウェポンっていうのか。あ、で作ったのがバーサタイル。ああ、じゃあこれ、イドラに向けたものか。なるほど。どうした？死骸化する姿が珍しいか。ルーシスにさえ盗まれねばこうなれたのだ。何を？お前はこのバーサタイルベスティアの遺伝子から生み出された幾百万のこの一つ魔導兵になるはずであった。そんな、俺が？ニフルハイムに生まれし者はニフルハイムに帰るべき。違う！俺はルシスの人間だ！魔導兵なんかじゃない！魔導兵になれなかった。出来損ない。せめて我が一部とし究極の存在にしてやろう。やめろ！なんと心地いい。間もなく私は思考の存在となり、ルシスの六神すらも凌駕する力を得るのだ。これで仲間も親も全部なくしちゃったわけだ。違う！違う！違う！生体反応低下。プラスモディウム活動指数上昇。死骸化完了。これより高度 XDA1002 インモルタリングへの移行を開始します。こんなところにいたのか。アラネは？話は後、逃げるよ。こんなヤバい兵器がまだあるとは。何があったか知らないけど、今は脱出が先。行くよ。ここで死にたいのかい？私は生きようとしない人間は助けない。パーティーインアラネア。ターゲット発見。あ、動くの？回収せよ。撤回するな。ターゲット発見。確保。回収開始。あ、普通のモンスターも出てきてる。待って、ここ狙撃銃じゃなくて、なんか別の武器ない？ない。一回こっち逃げるか。逃げるかっていうか、みんな逃げてね。
アラネアが来たってことは、最後にアラネアと会ったのはテネブラエだったから、テネブラエの後の話か。あ、なんかスノーモービルっぽいのある。基地のゲートが閉じようとしてます。ゲートが閉じる前に基地から脱出してください。はい、ランチャー、急ぎな。逃げる逃げる、よいしょ。いや、制限時間があるとさ、なんかアイテムがある予感がしちゃうんだけど、ないか。あ、やべえ。あ、こんな近距離で撃ってもプロンプトにダメージはないというか、ちょっと砂がで通れない。ほい、スノーモービル。でもなんか3分も時間余ってるのすごい不自然なんだけど、なんもない。アラネアどこで戦ってる？あっちか。あー、探検のリーチが短い。あ、上から持ってきてる。上はいけないな。あ、なんかある。あ、ルーメン。ランチャー全滅しちゃったか。よし、逃げよう。で、武器補充しとこう。そこで合流。アラネア、後から追いかける。もうさあ行きな。お、お、運転する。あ、スノーモービル乗車中に攻撃を受けるとプロンプト自身の HP が減ります。はいはい。あ、乗り降りできちゃう。攻撃もできる。 OK、 視点切り替え。はい。おお、一二章視点にもなる。あ、眩しい。おお、こっちか。お、いるいるいる。あ、危ない危ない。引けるあ、なんかこういうさ、全然関係ないゲームだけど、雪道でスノーモビル走らせて脱出するって感じ、なんかモダンオフェア2のクリフハンガーを思い出すんだけど。あ、船飛んでる船。お、危ない危ない。ちょっと降りてみるか。あ、降りれる。あ、跡がちゃんとできてる。この辺もなんか歩き回ったらいろいろありそうな気がするけど、脱出しよう。おお、もう完全にこれもね、見たことのあるような視点だけど。お、ジャンプ。おお、夕方が今。あ、敵がいる。よし、
あ、よく見たらハンドガンじゃなくて SMG 構えてる。あー危ない。これ船から撃ってきてんのか。クエストコンプリート、乗り直した。アラネアとの合流地点に向かう。じゃあプロンプトはバーサタイルから遺伝子、まあ遺伝子から生まれた、バーサタイルの遺伝子から産み落とされた赤子で、魔導兵になるはずだったけど欠番になって、ただのまあ人間の状態のままルシスに行ったと。ある意味なんだろう、バーサタイルの恐るべき子供たち計画というか、だからまあ血縁上は本当に父親っていうわけなんだ。殺しちゃったけど、小屋みたいのがあるんだけど、あ、武器置いてある。ツバ拾っとくか、持ってる。ルーメンとランチャー。武器は主にこの3つか。あ、フラーグラムっていう武器使ってるんだ、スノーモービル乗ってる間。あっちにも小屋があるんだけど、おっとこれ倒さないとな。フレキ凍鉄、雪原地帯にいるバージョンの凍鉄か。待って、近い近い近い。やらなきゃ。あ、もう一体いる。グラディオラスの DLC に比べたらかなりオープンなマップだけど、置いてあるもの同じか。合流地点行くか。じゃあ
キャンプで休憩して荒根屋を待つ。いや、景色はいいんだけどね。シルベ、いやいやいや、ワールドマップわかんないな、これじゃあどこか、これ全部いけんのかな、もしかして。そんなことはないよな。こんな水入れても凍死しちまうわ。たき火、イグニスの料理うまかったな。静か、ゲーサー、こんなもの。消えないか。何度目だい、そんなこと。プロンプトだっけ。何、神器臭い顔してんの。テネブライで王子たちに会ったよ。あんたのことすごい心配してた。王子のとこに帰りなよ。ニフルハイムの出身で、みんなにそのこと隠してて、でもそれだけじゃない。俺はあのバーサタイルが作ったノクトたちの大事なものを奪う側の人間だったんだ。もうみんなに合わせる顔なんてない。一緒に旅してたくせに、王子がどんな人間か分かってないんだね。私やその部下は元は敵、殺し合ってた人間だよ。そんな私らに頭下げて、あんたのこと頼むぜ。いい仲間じゃないか。俺のことなんか言ってた。俺のことなんか言ってた。特には言ってなかったね。でも
あんたが死んだかもしれないって王子が不安そうだったから喝入れてやったよ。そっか、嫌われたわけじゃないのかな。むしろ謝ってプロンプトを落としちゃったのノクトだしな。みんなは無事？みんなは無事？まあなんとかね。いろいろあったんだろうけど、自分の責任を果たしにテートに向かったよ。そっか。あんたは一緒に行かなくていいの？仲間と旅を続けたいなら自分でちゃんと言いなよ。俺仲間でいていいのかな。でも俺がいたらみんなに迷惑かけるかもしれない。もしみんなにとって迷惑だったら。さっきから聞いてりゃうじうじと。だったらどうする。人からどう思われるかが怖い。自分がどうしたいかわからない。そんなの死んでるのと同じだね。誰に何を言われようが関係ない。自分が信じるものくらい自分で決めな。明日、私は新型を倒しに行く。あとは勝手にさせてもらうよ。クエストコンプリート。ひょうきんなプロンプットからしたら今のはかなりのご褒美だけど。よし、それじゃあ今回ここまでにして、じゃあ次回。あ、チャプター01って書いてあるけど、あ、チャプター02になった。何チャプターあるんだ。じゃあ次回ここから続き、デークレートゥムのしるべから続きやっていきます。はい、ご視聴ありがとうございました。